はい、デアラングリッサー続きをやりましょう。前回ですね、ここら辺の敵を一掃しまして、まあそうですね、前回のタイトルとかね、サムネにあったように、前回までの戦いが、まあ、このマップの勝負どころでしたね。何とかする一掃できたので、まあこの勝負は私の勝ちということがね、確定しておると信じたい。で、あとこれですよね、ゾルムとバルガスだと。まあテッシーが突っ込んでいって、まあ勝てるでしょうという感じなので、早速いきましょう。もう上げますと。で、ファランクス部隊はもう後ろに下げると。で、城壁とかにね、乗っから出たらもうアウトなんで、そこはちょっと一旦リアナ回復しとくか。一旦治療して MP 回復しますと。で、こいつですね、26、25、あー硬いな。いけます、いけますっていうか、ダメージ与えられます。ちょっと一旦やってみましょう。ただなんでね、これはただなんで、少しでも与えられることができたなら、おしおしおし。よし、これでいこう、これでいこう、削っていこう、削っていこう。これ大きいっすよね。あー、ちょっと厳しいと。蜂同士どうでしょう、蜂同士だと。キース部隊はもうちょっと、まあ最後キースがちゃんとどこまで突っ込めるかどうかっていうところだと思うんで、下げましょう。もうちょっと何すっか分かんねえから、全員動かします。で、あと逆、あーそうか、いけねえのか。あれ、こいついけない、あ、いけますね。で、ここ行ってあげて攻撃しますと。まあ1でもね、ほんと削れれば、もう 99% 倒せると分かってても、めっちゃ削る、めっちゃ削る。99% 勝てる確率を 100% に引き上げるっていうのがね、シミュレーション RPG の、なんていうか、鉄則みたいなとこありますからね。信じていいのは 100% と 0% だけっていう。これは、これも攻めれますね。いや、なんだったらキース部隊で倒しちゃってもいいんすよ、ね、なんだったらね、全然 OK ありだから。わー、硬い。8だとダメな、そんな厳しい世界。10と8ってそんなに変わらんよと。ぶっ、あ、ここいけねんか、ウィート。8でダメだから、7だと、あー、ダメなんですね。そんな厳しい。何回言ってそんな厳しいっすか。あ、そう、了解。いや、でもマジで動かしてきて正解でした、本当に。監督のメガとかちょっとネタで言ってたんですけど。で、あとはテッシーでガッていければ OK と。まあ、バルガス自体はまだ来れないと。アーロンは下げます。もう歯が立たないんで、絶対アーロン、もっと後ろ行くか。まあいいや、下げますと。気になるのはテッシー部隊ですね。テッシー部隊が、まあやられなければいいんですけれどもと。文句よく頑張ったよね、これね。よし、こっち行きましょうか。大丈夫そうですね。動かしちゃって OK よね。 OK、 行こう。よし、ナイス。このね、ゾルム部隊、ナイフ、今さら。おお、スモールシールド。クソ、情けねえ、バルガス将軍、必ずや仇を。ゾルム、ああ、許さんぞと。
知るかと。これなんかゾルム倒さないでバルガス倒すととかっていうのあるのかわかんねえけど、なんかありそうでなさそうな、ありそうでみたいな、ね、なんか詐欺師みたいな感じになってますけれども、これで OK っしょと。あ、4体残ってたんですね。全然気づかなかった。アーロン部隊4体結構残ってますね。これで下げといてあげて、でまあどうなるかっていうところですよね。ドラゴンちょっと下げるか、ちょっと怖いんで。で文句一応ちょっと上げとく。ちょっとでも分からんけれども、監督の目がありますから。いやでも文句マジこいつ頑張ってるね。釣ってあげるっつってマジできたから、これ正解でしたね。 OK で、ここら辺に来てくれた時にまずグレナディアをぶっ潰すと、テッシーで。いやそう、バルガスね多分1ターンで倒さないと思うんですよね。なのでどうなるかといったところですが、まあ来ますよ。うわ乗っかってくるし、乗っかってくるのマジわけわかんねえんすよね。あ文句来ましたね。監督の目があったから、まあ大丈夫でしょう。飛んでないんで。よし、いいね、 OK。 リアナ笑ってるけどさ、笑ってるけどいいのかいっていう。うわマジか、気負った。うわドラゴンナイトかっこいいっすね。あぶねえ。いや下下げといてよかった。これエルフで2回やられてるとこでしたね今ね。この野郎ビビらせやがってと。35でしょ。いやバンディットいけるかこれ。ハイロードジェネラルか。まあどういう攻撃してくるかをまず確かめなきゃね。で、アタック。まず確かめなきゃ。でグレナディアぶっ潰すっつったけど、あ、まあ、ぶっ潰しましょう。まずぶっ潰しましょうと。いや、でもワンチャンというか、テッシーがここ行って、削れたらそれはそれでめちゃめちゃ大きいんだよね。エルフ部隊は、まあ、キースとかで倒しちゃいましょう。こいつはちょっとあれなんで、だるいんでと。とりあえずここを行ってあげて、倒しますと。もうちょっとね、ちょっとでも、あの頭の中をクリアにしたいんでね。まあ、バルガス部隊といえども、やっぱり、こうなってしまうと、ダメだと。まあ、苦手な敵というか、やっぱり直接攻撃は弱いですよと。まあ、うまい感じで傭兵と指揮官を組み合わせていくのがベアラングリッサーだと。いやマジでようやくというか本当の意味で分かってきたみたいな。キース危なかったなお前な。でも当然もうエルフだと攻撃通らないんで、さすがに。でどうするかだよな。エルフ。一旦ちょっと攻撃してみますか。この7は危険なので、この方も、この10邪魔。10邪魔ね。10邪魔なので、ここ行ってあげて、ここ行って、ここ行って、これですね。ちょっとずつ同じぐらいだから、同じぐらい削れるでしょうと。あ、やっぱバルガス軍ちょっと強いですね今までのエルフと違って。危ねえ。
まあまあというか嫌な物体。あ、でここでアーロンが回復使えるのが大きいですね。ちょ、これでぶっ潰しましょう。絶対大丈夫マン。よしOK。 まあ本番こっからですけれども、まあさっき言ったように勝負どころはもう終わってるんで、ここ外すわけにはいかないですね。さあどういくかと。40ありますからね。40、20だからね。おお、つえと。で、ここでプロテクション使えるのが大きいですね。プロテクション使います。でこれでバルガスより強いからね、テッシー。ほら40、36だからね。よし、一気に、まあちょっと試し打ちみたいのしていいかな。これが34 30。絶対死ぬよねっていうパターン。いや試し打ちというか、ちょっとマジで、ああでもそうか、テッシーの範囲じゃねえのか、そもそもがな。そういう感じか。これでちょ、また慌てるな慌てるな。これでどんぐらいいけるか。相打ちであればいいんだけれども、あー、相打ちでした。はい、と。よし、なるほどねでこいつよ、35号。まあ全滅必至だよね。ちょ、8で、あ、そうか、届かねえのかそもそもな。まあ9減ることはないと思うけれども、でもだったらって、あーでももうグレナディもったいないけど、やっぱり行くしかないんだよね、テッシーがな、こうなってくるとな。でヒールは1回、もし戦闘が終わって終わんなかった時のことを考えるとヒールは取っておきたいと。行こう、9と10。よし、だが強いと。これはなかなかだぞと。グレナディア倒しましょう。行こう、これでまた相打ちであると助かる。よっしゃ、成長した、ちょっと成長した。よし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 、まあやられるでしょう。でもね、グレナディアがいるって減らすことが大事だからな。これどうなんだろう、バンディ、どうって誰に言ってんだよ、どうってバルガスに言ってんの。減らせればいいんだけれども。よし、さすがの攻撃力、攻撃力はさすがですね。でバルガスはまあ動けんでしょうと。なので、でアタックのためにここに1体は残しておきたいので、とりあえず隣に置いてあげましょうと。でアーロンの安心ヒールですね、ここで使えるのがでかいと。ここですね。ここはもう届かないから。 OK。 いや、ハイロード優秀、マジで優秀。よし、シェリーがね生き残ってたらもっと楽だったんでしょうけれども、まあ仕方ないよね。あれはちょっとあそこまで突っ込んでくるとは思わなかったんで、
で一応壁貼っといてあげるとか。レスターびっくりしたお前な。びっくりしたよな、あんだけ。やっぱりすげえ大事なんだなっていう有利不利。これで OK ですね。これ下げましょうか。今更感もあるけど、もう次ラストになるので、まあラストになるでしょうと。ちょっとちゃんと指令を全部手動にして、もうこのまんまにしておきましょう。確認しましょう。これ OK。ちょ待って。いや、アーロンとかマジこの段階でやられたんじゃシャレになんないからね。ちゃんと、まあ、ちゃんとしとこう。で、まあ、多分来ないと思うけれども、こうしとこうか。このね、バンディってやられたんじゃたまったもんじゃないんで、まあ、おそらく治療してくるでしょうと。OK、終了ですと。いやなんとかなりましたわ。よかった。ね、治療だろ。まあ、来るよねっていう。まあ、仕方ないと。まあ、歩兵とパイク兵ですから。OK。まあ、相手さんはちゃんとやるべきことをやってますよと。まあ、まあ、やられますよと。そりゃやられるよって。でも結構ダメージ与えるんじゃないかな。まあですね。まあ、頑張ったと。いやバンディットさ、名前はね、ほんとさすがにかっこいいけれども、防御力、やっぱ攻撃特化だよね。でも逆に攻撃特化だったからこそ、この今のバルガスの攻撃防げたから、これはでかいよね。で、アタック。でし、ここ。わ、これ大きいですよね。こうやって、1体ユニットがいるだけで、ね、全体にかけられるっていうのはね、なかなかというか、めちゃめちゃでかいと。よし。で、プロテクションとヒールが余ってますから、プロテクション。まあ、誰でもいいんだけど、鉄シー部隊かけますよと。いや、プロテクションを覚えたの大きいっすね。リアナ。よし。これで、これ倒せますでしょうと。もう一体ずつ倒しちゃいますか、経験値もらうために。なんかそんな気する。攻撃と。バルガスは、テッシーの攻撃で、まあおそらく動けませんよと。よし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 。いい感じ。OK。ういと。いや、よう頑張ったわ、ここまで。よし。OK。いや、バルガス強いよ、やっぱ。まだ一つ格上でしょ、これだって。なんか経験値のさ、幅がさ、でかいもんね、これ。ほら、一つでかいもん。で、まあ、鉄士で、とどめは無理かな。とどめは無理かもしれんけれども、行きましょう。攻撃。ダメージ受けなかったんでね。なんせ、こっちは。あ、受けた。バルガスの、ちょっとした抵抗ですか？ちょっとした抵抗っていうか、まあ、頑張ってるよねっていう。ただまあ、魔法でヒールでいけちゃうんで、なんかあの9回復できないの気になるんだよね。ちょっと気になっちゃうんだよ。ここじゃああと1マス下いける？ OK。 ん？ここでいいのかな、わかんないけど。で、自分も回復できると。ただまあ次のターンよ。次のターンで倒せないと
次ヒールとプロテクション使えないからね。あと一回使えるのか。でどうしよう、これなんか5のやつ守ってあげたいよね。一応ね、来ないかもしんないけど、ちょっと囲むと。よし、これで来れない。あ、でちょこのクレーターとかなんかあるのかね。お、崩れた。地面の上に不思議な何布地の服が一つの、はい、ミラージュローブ。やっぱこんなのあるんだ。ちょ、待て、最初、一番最初のマップでもさ、前回のマップのこことかにもなんかあったよね。やっぱそういうのあったりするんかね。一回ここもなんか怪しいよな。やっぱそういうのあるんだね、スーパーロボット対戦的な。建物とかさ、あ、なんか建物とかあるっぽいな。そうすると、あのジェシカ様が、ジェシカ様の家の近くみたいな。まあまあ治療しておきましょう。まあエルフは無理でしょう。エルフでダメージは無理でしょう。まあ一応ちょっと動かすとして、 OK。 こっからというか、なんというか、まあ治療しかないよねっていう。 OK。 まあアタックはね、何度でも使えるんで。まだ、いや、ヘインがマジ優秀すぎる。この MP の多さ、回復しないでいけるっていうのがある。で、まあバンディットでも何でも削る。いや、テッシーで先行くのがいいね。で、ちょ、逆にプロテクションなしでやってみる。いや、ちょ待て、いや、このターン、まあこのターンで終わると思うから、さすがに使いましょう。なんでここになって、いきなりチキンになってるんだっていう。プロテクションでやって、テッシーで攻撃してダメだったらバンディットで突っ込むっていう。よし、行こう。ウィードさよなら。 OK、 ノーダメージ。40で結構与えてるから、さすがにいけるでしょう。もう一回さよなら。よっしゃ、倒しました。グレートソードを手に入れた。やられたのか。いよいよわしも最後か。悲しい曲。おっと、あらららら、バルガス将軍、待ってろ、今助けに行くぞ。え？いや、もう間に合わん。それよりレオンよ、お主に最後の頼みがある。奥様方のことか。もうそろそろわしの子が生まれる頃だと思う。そこでエリザの元へ行って伝えてほしいのだ。わしはもう助からん。だが最後まで部下と共に勇敢に戦い抜いてきたと。わかった。必ず伝えよう。辛いことを頼んですまぬ。頼んだぞ。横で聞いてるテッシー。レオン様、よくこの会話を聞いてとどめさせるなっていうね。レアード、お前は我が騎士団を率いて例の城を探し出せ。私はエリザ殿にこのことを伝え次第すぐにそちらへ向かう。は、了解いたしました。テッシーよ、貴様は清流騎士の名にかけてこの私が倒す。そのことよく覚えておけ。さらばだ。この前ちょっと仲良くなったじゃん、レオン。ちょっと仲良くなりかけたじゃん。よし、レベル上がったと。あ、そうか、ここで生き残ってないと
レベルとか経験値もらえないで、あーうわ出た、これが戦争、俺が言っちゃってるずっと、うん、これが戦争なのかと。そうだよな、テッシー今まで当てのない旅をしているとかカッコつけてたけれども、実際にこれが行われてるんですよ。あー戦争やだよね、あー悲しすぎるわ。ヘインもちょっとへこんでいるもん。行こうよテッシー、こんな戦争を終わらせるためにも。そうだな、戦争さえ終わらせればきっと。あーちょっと終わり方もこんな感じなんだ。まあ戦果報告、お金はいただきますよと、まあ、言ってもこっちもそう、ほんと無傷じゃないからね。シェリーやられてますから復活できるよねこれ、あんな感じだったことからすると。バルガス、いきなりバルガス、いきなりバルガスやられてるっていう。いやバンディットもやられましたし、キースのフェアリー部隊もそこそこやられたよ。レスターも落ちかけましたからねっていう。いやあ、そういえば最初グリフォン隊とか倒してたね。すげえ懐かしい気がする。そんだけやっぱストーリーがなんていうか濃厚でしたね。はい、で10シナリオ、次11ですか。11、あれ次のシナリオ、あこっちか、11。はい11。おなんかドームみたいなところで戦うんですか。ああそうか、ラングリスター取りに行ってたのよ。その間にバルガスにね、砦を建築されちゃって足止めされてたんですよね。ってことはレオンが言っていた例の城ってのはこのことかな、ここのことか。でシナリオ11、聖剣ラングリスター、次回実況プレイしていきたいと思います。ぜひ次回もよろしくお願いいたします。テッシーでした。